押しても、はい、行きました。これ真ん中中段真ん中、ここじゃない、ここ中段緑こう位置で上段つく、上段つく、中段つく、中段つく、まあ下段つく、下段つく、上段つく、上段つく、中段つく、中段つく、下段つく、下段つく、あるいは三個、上段つく、上段つく、上段つく、中段つく、中段つく、中段つく、まあ下段はあってもなかったもいい、あんまりつかないから。で、次上段につく、誰だ、ああいうふうに上段3回つくか、中段やったら中段、中段、中段3回つく、そういうふうに次は上段、中段、下段、あ、上段、中段、上段、うん、上段、中段、中段、上段、中段、上段、というふうにいろんな組み合わせで上段、上段、上段ついてもいいし、中段、中段、中段ついてもいいし、上段、中段、下段ついてもいいし、上段、中段、上段でもいいし、そういうふうに自由に出せるように、上段、中段、上段、中段、中段、中段、上段、中段、上段、とこういうふうに成功する。また平行立ち、それからこっち側の左前でも同じことをやればいい。こうやって同じで上段突き、上段突き、上段突き、中段突き、中段突き、中段突き、で座って、はい、上段、上段、上段、中段、中段、中段、上段、中段、上段、というふうに連続的に練習する。また今の平行立ちと基本立ち、それであとある程度これで出ていくんだけど、はい、上段、はい、上段、はい、上段、というふうに出ていったり、これは置いてきたり、この足が出て、出て、出てきて、この時順づきと逆づきがない。例えば順づきの場合、こっちやって置いておく、これ順づきと、これ逆づきと、な、こういうやつで順づきやったらこうしておいて、逆づきやったらこうしておいて、順づき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 、逆づきやったらこうしておいて、逆づき、逆づき、逆づきと、こういうの出てる。で、まあ一つ一つはゆっくり正確にやったらいいから、早くやる必要ないから、これで座って順づきや、順づきや、順づきと、こういうの、逆づきやったら逆づき、逆づき、逆づき、こういうのついていったら、それを何回も自分でやる、それが家でやる基本。それでつくとき、ついた瞬間にふっと逃げるな、すぐ力抜く、握りを強くする。これは固めるんでも、柔らかく固めて団子にするのと、ギュギュギュ団子にするのと頭もと違う。だから思い切りゴンケツを瞬間的に親指で締める、だから締めて緩める、締めて緩める、というふうにやっていただいたらいい。また、はい、今日はほんが別の話、受けと崩し、はい、ついてくる、これ力いっぱい
ぱいついてくるからね。あの、はい。危ないから、ちょっと下がる。はい。当てる。危ないから、はい。危ないから、ちょっと下がる。これ危ないからや。受けへんからや。受けんねやったら、はい、当てる。な。これ当たると。受けるだけでもよい。下がるだけでもよい。受けて下がったら、受けるんと下がるんと同時やったらもっとよい。それから、下がるもよい。下がるだけでもよい。崩すだけでもよい。受けて、下がって崩したらもっとよい。それで、まあ、力を入れるなという話をしよう。で、昔は入ったら、はい、うんとかってやってた。な、こっち力。そうやってな。昔はこうやって来たら、うんとかしよって。な、はい、あるいは来たら、ずーっとこうしよって。動作大きい。な、昔はこう来て、こう来たら、こうしておくやって。こうしておく。こうしておくやって、こうしておくやって、こうしておくやって、こうしておくやって。昔はそうやったな、基本は。肩もそうなっと、今も。で、先生は今は、はい、お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 、指一本でいい。小さくて言うやけど指一本言うのは5万でか5本使うてはい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 これでいいパタンそれで立った時5か10の力で立つ構えた時5か10の力で構える受けた時5か10か10歩ぐらいまででやる。相手が力いっぱいついてきても5か10か10歩ぐらいでやる。最高10歩ぐらいでやる。はい、力がついてこい。ブワーッとこいって。指一本やからまあ5やな。な。はい。ブワーッと指一本やからこれ5やな。5ぐらいの力で指一本で。全体やったらもっとすごい。10ぐらいでいいから。あ、はい、力かけてくれよ。おお、こっち。おお、こっち、ここに。こういうふうに受けを受ける。受けも小さくな。ゆっくり。ゆっくり。ふう。ふう。これだけ。な。ゆっくり。はい。ゆっくり。はい。ゆっくり。ゆっくり。ふうっとこれだけでいい。ゆっくり、ゆっくり、ふわーっとこれだけでいい。はい。ゆっくり、ゆっくり、ふわーっとこれだけでいい。動作小さい。前のやつと比べてみたらわかるな。力抜く。で、さらに下がったら持ってな。当ててこい。当ててこい。ふわーっとこれだけでいい。力抜くことはもう前後の力をもっと抜けることや。15で受けたら、受けた瞬間にもう5とか10に戻れよ。5とか5か10でこう考えとって、15で受けてすぐに 5か10に戻れよ。だな。だから、はい。はい、打ってこい。ごめんなさい。はい、打ってこい。はい、そうやって、こうやって、指一本で受けられる。足上げとっておくれ。ぐらいの足上げていかんよ。ぐらいでやると。はい、それで、受けた場合、受け損ないいうのがあるから、ちょっと下がったら、はい、当てたら、はい、当たらない。ちょっとやると。これで安心や。ダブルセーフティー、二重安全装置や。けどな、はい、恐れて、わーっと下がらない。このぐらい下がって、ポンと。な、下がりすぎたら反撃が起きる。
さらついたら反撃攻勢から前に出てる。前に出るのに 0. 何秒かかかるな。そんな遅い。だから一番早いのはギリギリで受けてポンとやってる。はい、はい、来い、飛んだ、来いでいい。な、いか、これよりも早い。はい、これギリギリ、日本、引かれてる、飛んだ。こういうふうに、小さくやって、二本目は力を抜いているから、受けた後は早い。あるいは、これ、さあ、ほっ。なぜね、ちょっとついた方がいい。な、いいな。なぜね、ほう、ちょっとついた、こっちは止めてくる。これで。今のは受け付けで多いじゃけど。はい、これで、スーッと、スーッと、これで。こういうふうに。受け。今の、受けと突きと同時やから。受けの切り絵と受けると受けを簡単にする。その受けをいくつかちょっと入れると、はい、だから簡単にゆっくりね、はい、1、これが受け、延長が当たらない、あんまり姿勢も崩れないな、はい、1、あんまり姿勢も崩れない延長は当たらない、はい、1、あんまり姿勢は崩れない、延長は当たらない、1、あんまり姿勢は崩れない、延長は当たらない。それで相手の姿勢はあんまり崩れないということは必ず2本目が今日崩れていない、だから、はい、2本目、今日、この2本目でやられたらあかん。だから、1本目で2本目が当たるまでに相手の方に当てておくということで、ゆっくり1、2、と言ったらさっき当たっとくから、これ手というのが原理や。いいか、全て速くなかったよ。1、2、これ原理な、いけんのゆっくり、指を飛んでふわっとこう見て、だから力でふっと、それを早くやれば、はい、当てへんからな、ギリギリまでいくよ、やるぞ、ふわっ、これでいい、これで目ついてる、ありがとう、目ついてるな、はい、ありがとう、とやった、これで受けと突きが同時になってるから、2本目出ないな、はい、はい、次、うわー、耐えられた、これ受けと突きと同時になってるし、これ押さえとくから、はい、次な、ああいうふうに受けを、受けはこれ開きません。これよろし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 、丸丸丸丸丸、三角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 な、三角はあんまり良くないかと、丸はいいよ、特にこれ簡単にできる、これちょっと難しいけど、例えばゆっくりふわっとふわっと、これだけふーっとしていく、はい、早くふわっふわっ、こういうふうに受けはやったらいい。だから受けたくさんやるのにも難しいから、受け一つか二つ覚えたらいい。たく
さん覚える必要ない。一つか二つやれたり、好きなやつやれたり、なやったり、なんてここの人、これだけ。頭が来るためにどう。簡単やな。力入れてきても、はい。ふう。ここで当たり、当てるつもりで来てみ、ふう。当たらへんな。当たらへんな。穴は叩かんでいいよ。あれでも力入れてへん。まあ40ぐらいや。だから、そう、そう、すごいね。そういうふうにやる。ずっと、崩しはどういうふうに違うんですかな。考え方やけど、受けプラスアルファで崩し、あるいは受けプラス崩しで崩しになる。だからちょっと時間がかかる。ちょっと時間がかかるけれど、相手は崩れるから反撃がない。反撃がないから、ちょっと崩している間の時間がかかってもゆっくり反撃すればよいと。はい、ちょっと受けと崩しね、の違い見せるよ。はい、これ受けて崩したな、受けて反撃したい、違い崩し、ちょっと時間がかかるけど、もうこんな姿勢になっちゃった。ちょっとこれが受けと崩しの違い、もう一回いいよ。受けはこっちで、これでいい。なんで崩しは、これ軽く掴んでもいいし、掴まんでもいい。はい、受け、受け、はい、崩しというふうに、はい、これも、はい、受け、はい、崩し。ここまで打って、もうちょっとここに持ってきた、崩し、うん、はい、これ打って、あ、次行きような、はい、次行きような、けど、はい、崩しやったら受けて崩す、これ次来ないな、ちょっと来ないな。だから受けて崩すで1、2ってやったらあかんよ。1とやる。続けたら、はい。1、受けて崩し。こういうふうに、受けと崩しは違う。崩しは今言われたように、相手が崩れるから、反撃が遅い。またはできない。だからゆっくりやればいい。はい、はい、はい。受けて崩し。これ、受けつきやな。はい、受けつき。次は崩し、これ違う。ゆっくりやると、1、2と、これと受け、突き、なんかね、崩し、突き、というふうに違う。それで受けと崩しのことを研究してほしい。受け反撃の場合は早く。受け崩しの場合はもうちょっと遅くても良い。なんで言ったらどうしても遅れる。崩しに時間をかけた分遅れるというふうに考えたい。で、相手怪我させたくない場合は受け崩しでやめとくことやな。やっていいんなら受けてパンと受けて早い反撃行ってもいいし、崩して反撃でもいいけど、はい、これで、うわーって言って、俺もやめや、やめや、やめや、って言ってくれや、って、ここにでいい。な、あれ、あれ、あえて崩しといても、やめや、やめや、やめや、って、逃げていったり。そういうようなことはできるけど、受け、反撃やったら、倒さんと仕方ない。受け、崩しや、
崩しちゃったらゴーンと言ってもいいし、やめとくわな、やめとくわ、ほらさん、うん、やめとくわ、やめとくわ、やめとくわでいいって、これでいい。そういうふうに応用はする。けど、あんまり相手が強い人にあんな遊びをやっとったら下手して好き疲れるから注意するよな。それで今日は月の稽古と受けと崩しの解説があった。だからもう何てもう一回やると、はい、受けます。はい、崩します。はい、出ました。はい、崩しました。はい、受けました。はい、崩しました。というふうに結果してくれたらいい。またな、どっちがんってやってもいいから。はい、終わり。